で、その後、今度はね、スタッカートがさらに重なってくるところをちょっと、見てみましょう。まずは、この13小節目以降ぐらいですかね、この黄色い、見ていただいてる一番下の黄色いトラックがスタッカートの、フレーズが重なるところなんですけど、まずはスタッカートなしでちょっと聞いてみましょう。はい、こんな感じです。これは、サステインとトレモロが、同じフレーズをユニゾンで弾いてるだけですね。でここにスタッカートを重ねると、ちょっと、再生してみます。とこんな感じに結構、変化というか、まあ、大幅に違った雰囲気景色を演出できるようになっていきます。でこのね、スタッカートをうまく使って、これまあ、B メロもねちょっと後半にも同じようなフレーズが続くんですけど、で、この今見ていただいてるとマウスでいうとこの21小節目からがいわゆる、サビの展開に入っていきます。でサビの展開にね入る前に、よし次来るぞサビ来るぞなんていう風に演出をしたいんですよね、ドラマチックな。でその演出、まあ例えばドラムだったら、フィルと呼ばれる、フレーズを作っていったりするんですけども、ここで、ストリングスでサビに今から行くよっていうようなフィルのような役割ができる、フレーズをちょっと、構築してあります。でサステインとトレモロとスタッカートの、3つのアーティキュレーションで構築されているんですけども、ここにね今度はちょっとスタッカートだけで先に聞いてみましょう。あ、ちょっと見にくいので整理します。はい、スタッカートがこんな感じに打ち込みがされています。この部分が、21小節目から始まるサビの一つ前のセクションと言えばいいですかね。でここちょっと、聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。あのポップスアレンジなんかでよく聞く、パターンアレンジとも言えるかなと思います。でこれにサステインとトレモロを、さらに重ねて、少しね、スタッカートだけだとちょっとね、急に、厚みがねスカッとしてしまうのを回避するために、僕はここにサステインとトレモロを重ねているんですけど、もう一度、この3つを重ねて聞いてみましょう。という感じに、まああんまりね重ねすぎてもちょっとごちゃごちゃしてしまうんですけども、少し厚みを足したかったので、ここに、このファとミを、3オクターブで重ねて入れてあります。でスタッカートだけのパートもちょっと、追加で補足説明しておくと、これねちょっと見ていただくと、まあ、だいぶね細かく打ち込んでありますけども、これね実はまあそんなに難しい打ち込みではなくてですね、で、そもそもこのスタッカートという、音色というか、まあアーティキュレーション奏法ですよね。でこういう細かい小気味のいいフレーズをストリングスに演奏させようと思うと、やっぱりねサステインだったりトレモロだったりの奏法だとちょっとねあのスピードが追いつかないんですよね。で、このサステインを使ってこういう細かくあの小気味のいいフレーズを作っていくんですけども、これはね、見ていただいている通り、全く同じ音程のものを3オクターブにまたいで、打ち込みがされているだけです。なのでどこか1オクターブを作っておいて、それを上か下にどんどんとコピーすればあのいいかなと思うんですけど、試しにちょっと、1オクターブ分だけでやってみましょう。これで一番上の1オクターブ分だけのスタッカートのフレーズになりました。ちょっとこれだけで聞いてみますね。これもあの悪くないんですけども、でこれ元に戻して、はい、これで3オクターブ分ですね。もう一度ここだけ聞いてみましょう。
はい、まあ、非常に厚みが出てますよね。でこれは皆さんが、お作りになりたい曲に必要な厚みの分だけ、まあ、上下に重ねていただいたりするのが、まあ、良いのかなと思います。ここはもう、ご自身の、耳で聞いて雰囲気で判断していただいても良い部分かなという感じでございます。でいよいよ、サビのパートに入っていきましょう。サビはね、この21小節目以降なんですけども、で、ここちょっと中身見てみましょう。こんな感じになっています。サビのパートはね、この部分ですかね、この8小節分がサビの、アレンジになるんですけども、でこれね、さっき自己紹介でも説明させていただいたように、ジライフミュージックでね、生徒さんから、一番多くいただく質問がね、実はサビのストリングスのアレンジをわからないんでちょっと教えてほしいんですなんていう質問が多かったりするんですけども、まあ、はっきりこういう風にしなければなりませんというルールはもちろんありません。ただ、まあ、セオリーとしてはいくつかパターンがあるのかなと思います。でこのね、今見ていただいているサビのパターン、ちょっと先に説明だけさせていただくと、例えばこの21小節目、このね下に、これはねラのシャープとあとファが鳴ってますけども、これはコードの1度と5度の音を、このオクターブに重ねています。でこの下の2音はね、これはまあ、まれに僕も3和音使う時もありますけど、3和音使うとねちょっとねストリングスの厚みが出すぎて他のコード楽器をね、マスキングというかかぶしてしまったり食ってしまったりするので、なんで、まあ、できたら厚みを足したいところには僕は、まあ、2和音ぐらいまでですかね。特にこの帯域はピアノだったりギターだったりと、コード楽器とねよくかぶってしまうので、あとはまあボーカルもそうですけどね。で、ちょっとまあベロシティが小さめで、で2和音に抑えてコードのサポートをするような役割を下の2音にさせています。で今度は逆にその上見てみましょう。上はねもちろんコードノートを踏襲してたりはするんですけども、ここはねちょっとマウスで囲ってみると、この一番上の、まあ、ワンパートパートというか一番上の音程に対して、この下の、2和音の音程、この上と下っていう2つの、考え方っていうか、まあ打ち込みをしていくときに僕はこういう感じで分離させて、フレーズを作っていきます。まあ、下はそんなに難しくないですよね。皆さんがお作りになる曲の、コードに合わせて、コードだったり、まあ、あとは動きに合わせて1度5度なんかを試しにちょっと重ねてみてください。でベロシティはちょっと少しだけ小さめに、で上のね、このフレーズと言えばいいでしょうかね、このフレーズのような、感じの、まあ、打ち込みがされていますけども、ここは、コードに合わせるというよりはどっちかというと、おそらくね歌物にしていく場合メロディーと相談しながらこのパートはね作っていかなきゃいけないかなと思います。あとは、メロディーにハモらせたりだとか、いわゆるよく言う裏メロなんかも、この音程で、行っていったりします。非常にね、メロディーももちろんね、まあ、一番主役なんで目立つところなんですけども、このストリングスのサビのパートの一番上トップノートと言いますけど、このトップノートが、どんな動きをするかによってその曲のね、雰囲気にすごく大きく影響を与える、まあ、大事な音程なので、ここはねぜひちょっといろいろ、まあ、メロディーなんかとね歌物を作りになられる方は相談しながら、構築していってもらうといいんじゃないかなと思います。で一回ちょっとここのサビのパートのアレンジを別々に聞いてみましょう。まずは下の厚みを出している部分だけ再生します。はい、という感じです。でちょっと一度戻して、で今度は上のトップノートだけ聞いてみましょう。
はい、という感じでございます。でこれを合わせて聞いてみると、はい、トップノートと下の、まあ、コードのサポートの2話音が、まあ、いい感じに上下に、ね、広がってくれているので、欲を言うとこのね、今ちょっとマウスで、この横にね囲っているこのトップノートと下のコードサポートの2音の間ぐらいにメロディーをうまく挟んでいけると非常に、素晴らしい、バランスに、アレンジを整えていけるんじゃないかなと思います。でまあ、最後にね、サビの後のこの29小節目以降は、感想の部分なんですけど、ここがね実は一番音数が多くてですね、ちょっと一回再生してみますね。という感じです。でここはもうトレモロも、スタッカートも登場しないです。サステインだけでちょっとね、まあ、切り替わるような雰囲気を出したくて、で、音程数は多いんですけども、これはどうでしょうかね、まあ、他のピアノだったりだとかギターなんかとちょっと相談しながらね、あんまりストリングスばっかり音数を増やしすぎてもちょっとね暑苦しくなっちゃいますし、でも他の楽器が、あんまり鳴ってないところは逆にストリングスが、こうやってね、まあ、4和音5和音だったりで厚みを出したりだとか、まあ曲全体の中で、何音重ねていけばいいのかっていうのをちょっと調整しながら、進めていければいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回はストリングスのね、まあ、ちょっと簡易的ではありましたけどアレンジに関する、まあ、レクチャーをさせていただきましたが、これも、まあ、はっきりとね、まあ、ルールがあるわけではもちろんないんですけども、今日ねご覧いただいた特に、まあ、サビのアレンジの、まあ、上とトップノートと、コードノート、コードのサポート音をちょっと分けるような考え方をぜひちょっと皆さんの曲の中でチャレンジしていただいて、あとはもうメロディーや他の楽器、それこそねロックな曲なんかにも非常にストリングスはね、素晴らしい雰囲気を与えてくれるので、ぜひ、おそらく皆さんがお使いの DAW ソフトにはほとんどの DAW ソフトに最初からこのストリングスと呼ばれる音色は入っているんじゃないかなと思いますので、チャレンジしてみてください。ということで最後まで動画ご視聴ありがとうございました。今後も、様々な動画をアップロードしていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さようなら。